こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております。平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい。今回のテーマは、不退転です。はい、3回目になります。ね、はい。はい。この不退転という言葉は、退転という言葉に対する言葉でした。で、退転と言いますのは、せっかくこう築き上げてきたものが、シーズキ転がってしまう。ということで、この後戻りしてしまう。崩れてしまう。後退してしまう。ということでした。で、不退転と言いますのはその反対ですので、何があってもこの後退しない。崩れない。下がらない。後戻りしない。こういうことが不退転ということで、もともとはこの修行して、この仏の悟りを目指す。その段階に、この退転してしまう位と、不退転と。いうくらいとあることを前回までお話ししてきました。はい。まあですけど、まあ私たちは修行して別に悟りを開こうっていう人は、ほとんどいないと思いますね。そうですね。まあ日常生活の中であまり関係がないことのように思われるかもしれません。まあ確かに修行するっていう点においては、関係はないことなんですが、ただ、この修行してこの仏の悟りを目指すということは、これは何があってもこう崩れない、変わらない幸せを目指すと。こういうことなんですね。はい、その点においては、私たちもこの幸せを求めて生きておりますし、その幸せの中でも、崩れることのない、変わることのない、そういう安心満足を全ての人は心の奥底で求めていると。こう言えると思うんですね。はい、せっかく努力して手にしてきたものを跡形もなくなくなっていってしまう、崩れていってしまう。これはもう悲しいことですよね。ですから、仏教の視点から言いますと、こう言えると思いますが、私たちですね、人は山のてっぺんに登ることはできても、長くそこに留まることはできない。なるほど。求めるべきは不退の位ですよと、はい、仏教では仏教の視点から言うとですね、こう言えます、はい、何かのことで私たちもこの頂点を極めるっていうことですね、あります、はい、何かの大会で優勝するとか、表彰されるとか、ナンバーワンに輝くとか、王者になる、チャンピオンになるとか、何かの賞を受賞するとか、こういうことってあると思うんですね。あるんですね。はい。で、その、トップに登り詰める、一番上まで登り詰めた、その喜びっていうのはもう大変なものです。その世界で、どんな世界でもそうですけど、この一番になるっては大変なことですので、オリンピックで金メダルを取るとか、アカデミー賞で受賞するとかですね。いろんな賞が世の中にありますし、何かね、ナンバーワンに輝くと、王者になる、チャンピオンになると、すごい喜びで、そういう感動をして、飛び上がって喜んでますよね、皆さん。それはそれですごくいいんですけれども、ですけど、長くそこに留まることはできないと、言われますように、じゃあずっとその地位を守り続けられるかっていうことですよね。それは、無理ですよね。例えばオリンピックとか世界選手権、そのスポーツの世界で金メダル取った人が今度は追われる立場になるってよく言いますし、はい、じゃあその人が死ぬまでずっと世界1位かったら 100% そんなことがないので、ほぼ取れなくなるとか引退するとかしますもんね。そうですね、スポーツでしたら特に最盛期とかって言われますけれど、ですけどやっぱ衰えていってしまいますし、人気、何かの人気を集めた、人気を博した人もですね、絶頂期って言われますけど、じゃあずっと絶頂期が続くかって言われると、やっぱり人気にも陰りが出てきたり。そうですね。時代変わりもありますもんね。そうですね。次から次へとかやっぱ新しい人、若い人が出てきますので、取って代わられるということが当然あるわけです。そういう意味から言いますと、私たちが普段手にしている喜びや感動、幸せというのは、この仏教の言葉で言うのは、退転してしまう、喜び、幸せと、こう言えるわけです、ね。確かに。はい。この通り。転がってしまう、崩れてしまう、後戻りしてしまう、
なくなっていってしまう、そういう喜びや幸せですので、うん、体験と言えるわけですね。はい。まあ、仮にそういう何か大きな大会で脚光を浴びるとか、うん、まあ、そういうことがなくても、まあ、ささやかな、うん、別に何かの世界で一に争うとかそういうことがなくても、うん、そのささやかな幸せでいいじゃないかと、まあ、こういう方も多いと思うんですが、うん、まあ、残念ながらそのささやかな幸せでさえも、突然災害に巻き込まれるとか、うん、事故に遭うとか、うん、病気になるとか、うん、事件に巻き込まれるとか、うん、大きなトラブルに巻き込まれてしまうとか、そういったことで、まあ、昨日まで笑っていたのがガラッと一変してしまって、それまでのささやかな喜びや幸せが崩れ落ちてしまう、うん、まあ、こういうことも世の中にいっぱいあります。うん、そうなった時に今まで必死にこう築き上げてきた、努力してこう築き上げてきたものが一夜のうちになくなってしまう、崩れ落ちてしまう、うん、そういう時に私たちはもう天を仰いで呆然自失となってしまうことがあります、うん、でも一生懸命今まで築き上げてきたあれは一体何だったんだろうかと、うん、何のためにこう頑張ってきたんだろうかと、嘆き悲しむこと、誰しも一夜二度そういうことがあるかもしれません。うん、いや、仮にそういう災害とか事故とか病気とか、うん、そういう大きなトラブルに巻き込まれることなく過ごすことができたとしましても、まあ、私たちは最後やがてですね、うん、まあ、必ずこれ死んでいかねばなりませんので、まあ、死んでいくときにはですね、はい、この必死に築き上げてきたものに、この置いていかねばならない。うん、崩れ去っていってしまいますので、まあ、そういう意味ではやっぱり私たちの普段手にしている喜び幸せでも体験してしまうものですから、うん、はい、もちろんそういったものももちろん生きていく上では大事なことですけど、うん、大事なことなんですけど、それだけを求め続けますと、うん、これはもう最後必ず何のために一生懸命やってきたんだろうかと、うん、悲しみに突き落とされてしまいますので、うん、ですから仏教では求めるべきは不退の位ですよと。何があってもこう後退しない、崩れることのない、変わることのない、そういう喜び幸せを求めなかったら最後嘆き悲しみの人生に終わってしまいますよと、こう勧められているわけですね。まあ、ですからまあ修行するわけ、私たちは別に修行するわけじゃないですけど、でも修行するのもですね、まあ、仏の悟りを目指すっていうのは何があってもこう崩れない変わらない幸せを目指すということでありますので、ですからまあ仏教ではこう修行するにしても 何するにしてもこの不退の位をこう 求めているわけです。なるほど。ここで話をしている仏教は別に修行することを進めているわけではないんですけれども、しかし聞いていかれるこの目的は何なのかと言いますと、うん、仏教を聞いていかれて苦しみ迷いの根本を解決して、そして一年の瞬間に人間に生まれてよかったとい う崩れることのない、変わることのない、何があっても微動だにしない、こういう不退の幸せの身になることができるんですよということをこれまでも何度もお話してきました。ですので、ここで話を聞く目的もですね、まあ、修行するわけではないですけれども、うん、求めているものはこの不退の身、不退転の身に聞いていかれますと必ずなれる時がありますので、うん、そこまで続けて聞いていただきたいと、こう思います。はい、ありがとうございます。そうですね。今幸せだと思っていることとか、私たちが求めている幸せとか、感動とか、確かに、万が一亡くなるまで続いてたとしても、亡くなったら必ず失ってしまうものであって、はい、要は仏教の進めてる幸せっていうのは、言い方ちょっと変かもしれない、亡くなっても失わない幸せってことですよね。そうですね、これ死が来てもということですね。死が来ても、はい、崩れることのない、変わることのない、色褪せることのない喜び満足、はい、そういう不退転の幸せがあると、うん、いうことを教えているということですね。なんかそうやって聞くと、こうやってね、和やか仏教をお届けしているのも意味がすごい分かってきた気もしますし、皆さん見ていただいている皆さんも、こう見ていることが何を求めているかとか、ね、どういうところにたどり着くのを導いてくれているかっていうのもすごい今日は
分かりやすいお話だったなと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。